今手元にあります。ではいよいよ発表へと移ります。インポートウォッチオブザイヤー2013栄えあるグランプリは、ブライトリングアベンジャー2です。おめでとうございます。おめでとうございます。代表者の方どうぞステージへお越しください。さあ見事第1回目のインポートウォッチオブザイヤー2013でグランプリを獲得されました。どうぞステージ中央へお願いいたします。さあではまずグランプリは押切さんから賞状が贈られます。おめでとうございます。そして安澤さんからはトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。それではここで選考理由をご紹介いたします。最近は円安により輸入時計の国内価格の高騰が続く中、一般エンドユーザーの輸入時計に対する垣根は高くなる一方だった。この流れに逆らうように、いかにもブライトリングらしいデザイン、ヘビービューティーな構造、性能を兼ね備えているこのモデルが良心的な価格にて日本国内の市場で展開されたことは、今後の輸入時計、機械紙時計市場によって、そして日本の時計ファンにとって明るい材料となったというのが選考理由でした。おめでとうございます。今ふーって息を一息吐かれてましたが、今のお気持ちいかがでしょうか。正直すごく嬉しいです。数多くのエントリーモデル、その中からですね、栄えあるグランプリをいただくことができました。ブライトリングといったらプロのためのケーキというのがですね、製品哲学なんですけども、その代表モデルとなる、モデルとしてアベンジャーがですね、今年発表されたんです。ブライトリング社、来年がですね、創業130周年を迎えるんですけども、その130周年を迎えるにあたって非常にいいビッグなニュースをですね、これから日本の市場に対して、また世界にですね、このニュースをですね、伝えて、私たちこれからもですね、お客様に喜んでいただける時計をですね、届けていきたいと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございました。皆様今一度盛大な拍手でお願いします。おめでとうございました。さあでも本当にね、この喜びの声に今の熱い気持ちがね、伺いましたよね。そうですね。さあということで押切さん、座間さん、はい、本当に今日は素晴らしい花を添えてくださいましてありがとうございました。お前です、ありがとうございます。最後にですね、本日お集まりの皆様、そしてインポートウォッチファンの皆様に一言ずつ頂戴したいと思います。ではまずは押切さんからお願いいたします。はい、今日は本当に素晴らしい時計をたくさん見せていただいて、でさらにその受賞された時計の歴史や、そしてさらなる進化、今の新しい技術をもってして市場をどう動かしていくか、そういった思いっていうのを間近で感じさせていただいて本当に感動しました。これからも皆さんがおすすめする時計を身につけて、そして憧れの時計も似合うような素敵な女性になっていけたらと思いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。では続いて安澤さん、お願いいたします。大人の女性という人、大人の女性はイコール時計が似合う女性ということで、私 の, これからこう目指す女性像の一つなんですけども、今日こんなにたくさんの素晴らしい時計を見せていただいて、ますますその気持ちが高くなったので、私もちょっと頑張っていろいろ選んでみたいなと思いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様、押切萌衣さん、そして安澤美優さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ以上で全ての表彰が終了となります。